三富村は、かつて、山梨県東山梨郡に存在した村。村域の北部は、秩父玉街国立公園に指定されている。村名は三家村が合併して、富むようにとの願いを込めたもの。2005年3月22日、隣接する山梨市、牧岡町と新設合併し、新市政による山梨市となった。現在は、山梨市三富地区となっている。 軍北端部、甲府盆地北東部に位置。拳が竹を望み、長野県と埼玉県にも接している。村域の大部分が山林で、笛吹川や、支流の徳和川流域の平坦地に、縄文時代の遺跡が見られる。古代の立領制下には、山梨郡上里に否定される。平安時代後期には、甲源氏の一族が、甲府盆地各地に進出し、三富村は、 安田義貞が根拠地とした牧草に含まれると考えられている。公衆支援残古屋時期に所在するエリン寺は、武装祖籍が解散で、戦国時代の永六七年に武田春信が再興している。三富村に所在する監督山は武装が修行をした場所である岩れ上、湯月一帯は武田氏が寄進したエリン寺領に属する。また、甲斐、 武蔵間の国境であったため、小木原には、武田家臣の小木原氏が、国境警備に当たった。近世には六家村が成立する。近世の旧筋に両では、笛吹左岩の河浦、上井由両村が、栗原筋に属し、右岸の上鎌口、下、鎌口、乗り数、下、小木原の四家村は、万力筋に属した。近世諸島には、全村が、 幕府直葛領で、官営10年には、万力筋の4家村が、甲府徳川家領、栗原筋の2家村が、徳見藩領となる。元禄11年には、徳見藩領が上置され、法営年間には、前村が、甲府藩領となる。教法9年には、海一国の幕領家となり、前村が、伊沢大官支配となる。河浦には、秩父王官の口止め番所が置かれ、諸村が、 石森万人を務めた。生業は、笛吹川流域や山腹斜面を工作し、わずかな水田のほ他は焼き畑による雑穀栽培も行われていた。また、養蚕やタバコ栽培のほか林業や生誕などが主な生業御あり、しばしば山の入会圏をめぐる山論が発生した。近代には、養蚕から果樹栽培や観光産業へ移行する。 1929年には、沿山駅から山塩軌道が開通し、木材や物資の輸送が行われた。広瀬集落は、明治初期に立ち行きから移住者が集中して成立したが、1975年の広瀬ダム造成により消滅した。村内の広瀬湖方面から登山できる。その際、東沢渓谷を通る。ぶどう、桃、イノの豚。ありがとうございます。